この街を照らしてゆくように、いくつもの日々を越えてきた。大丈夫、大丈夫、大丈夫。心予報という曲を聴いてください。まだまだ私の歌を聴いて、聞いたことがない人がこうたくさんいる中で、やっぱり私もこう、ね、自らこうもっともっと動いて、こうたくさん私のことをこう知ってもらうような活動をやっぱりこうしていきたいなと思っています。不思議な夢を見ているよ、なんて思うほど幸せよ。ずっと描いてた未来が目の前にあるの。まあ、フリーライブ、こういうね、こうただで見れるライブ、そして路上ライブをもうたくさんやってって、もう1年間で1万人以上の人に会おうという企画でして、だからこれからはもうまた丸ごと歌ってるよってこう見かけるかもしれない。その時はちょっと優しく聴いててくださいね。聴いてください「ガーベラの空」という曲です。よかったら手拍子で。ありがとうございました。まるもとりこでした。まるもとりこライブワーク2016、1万人との癒し旅という新企画が今日からスタートします。いろんな場所、有楽町だったりも歌う予定があります。はい、あと路上ライブもねしていきたいなと思っています。またぜひお会いしましょう。本当に今日はどうもありがとうございました。まるもとりこでした。雨が降れば流したいようが、この街を照らしてゆくように、いくつもの日々を越えてきた。大丈夫、大丈夫、大丈夫。開いて静かな木漏れ日の優しさに、みんなを笑顔に変える。ありがとうございます。最初お客さんがこうゼロ人だったところから、歌い始めたらこうどんどん人が集まってくださったりとかっていうのはやっぱりたくさんあるっていう、そうやってこう最初はもう知らない者同士がちょっとこう壁があって、それがやっぱこう歌によってだんだんこう薄くなっていくっていう瞬間をやっぱこう感じられるので、歌を聴いて泣いてくださって、なんか本当良かったよって言ってくれて、その次の時に次回というか、その次の時にこうそのお母さんが来てたとしたら娘さんと一緒に来てくれたりとか、こう家族で来てくれたりとか、人がこうどんどん増えてって、こうつながりができていくっていうのがすごい嬉しいです。
時から音楽活動を始めたんですけども、最初にまずやったのが広島の金座街というアーケードの街で路上ライブをしたことが始まりなんですけども、そこからこう毎週金曜日に路上ライブをしていたりとかで、君とならいくつもの夜を越えてゆける。私の歌でなんか一日がハッピーになったりとか、なんかこうちょっと頑張ろうなって思ってもらえるように思いを込めて歌っていきたいなと思っています。最後はそんな思いを込めて心よこうという曲を最後お届けして終わります。本当に今日はどうもありがとうございました。私の歌は結構応援ソングが多いので、こう頑張っている人、ちょっと疲れている人とか、まあ、聞いてこうちょっと明日も頑張ろうってこう些細なことでもこう何ですかね、ちょっとこう特別に思えるようななんか歌を歌いたいなと思います。ビジネス街でライブもたくさん予定が入っているので、お仕事帰りの皆さん、ちょっと疲れている心をこう明日も頑張ろうって思えるような歌を歌っていくので、見かけたら立ち止まって聴いてもらえたらなと思います。ゆらりらゆらりらゆらりゆらり、私は皆さんを歌で笑顔にできたらなと思って音楽活動をしています。これからもたくさん歌っていくので、どうぞまた見かけたらぜひ声をかけてください。丸本莉子でした。またお会いしましょう。